レーモンドの戦いは南北戦争で起きた戦闘の一つ。レーモンドの戦いとは南北戦争におけるビックスバーグ方面作戦中1863年5月12日にミシシッピ州レーモンド近くで行われた戦闘である。北軍ユリシーズ・グラント少将が指揮するテネシー軍の部隊と南軍ジョンシー・ペンバートン中将が指揮する ミシシッピ及び東ルイジアナ方面軍の部隊の間で激しい戦闘が行われた。南軍は北軍のサザン鉄道への到達を許し、この結果孤立したビックスバーグには増援も補給も不可能になった。南軍のジョングレッグ准将は北軍に対して戦術的吸収による圧勝を試みたが、逆にジェームズ・マクファーソン少将の指揮する 第17軍団に吸収され改装させられた。北軍は、勢力的に3対1と南軍を上回っており、大砲の数では7対1だった。この戦闘での北軍の損失は、戦士68名、負傷341名、不明37名だった。南軍の損失はほぼ倍であり、戦士100名、負傷305名、捕虜415名を数えた。 戦闘規模は比較的小さいものだったが、ビックスバーグ方面作戦全体にとっては、存外に大きな影響を与えた。北軍は鉄道を遮断し、南軍ペンバートン機下の部隊を統合し、ジョセフ・ジョンストン将軍の軍隊とも合流する試みも妨げた。その結果、ペンバートンは選択肢が3つしかなくなった。ビックスバーグは放棄するか、市内に引きこもり包囲されるか、 あるいは優勢な敵軍に対して決戦を挑むかだった。ペンバートンは上官からの矛盾する命令を受けた上に部下からは公然と反抗を設け最後の選択肢である海戦を選んだ。レーモンドの戦いは1863年5月16日のチャンピオンヒルの戦いにつながっていった。グラントのビックスバーグ方面作戦ペンバートンはーンマイルクリークで付近の前線で グラント軍を抑えるための作戦の一部として、ジャクソンに到着しているすべての援軍を20マイル南西のレーモンドまで進軍させるよう命令した。援軍は南軍の左翼として数においてで北軍を上回ると考えられた。援軍がレーモンドに到着すると、ワート・アダムズの騎兵隊に支援され、アダムズ隊は北軍のジャクソンへの通路を偵察していた。 アダムズはペンバートンから連隊をレーモンドに残し、15マイル離れたエドワーズへ馬で向かい、南軍主力に付随する雑多な系統の騎兵を編成するよう命令されていた。しかし、その後アダムズはジョン・ S、ボー防衛少将から別の命令を受けて、全部隊をエドワードに向かわせた。鉄道や道路を使ってレーモンドに向かっている南軍の不評隊には、 ルイジアナ州ポートハドソンからのグレッグや、マクシーの大きめの規模の旅団や、東部から来ているホワイトウォーカーとステーツライトギストの旅団が含まれた。しかし、北軍グリアソンの襲撃によって、ジャクソン伊東とブルックヘイブンの南約50マイルの鉄道の一部が使用不能になり、南軍不評隊の工程は複雑になった。結果、グレッグ隊は、 ポートハドソンからジャクソンまでの200マイルのうち85マイル以外は徒歩で行軍することになり5月9日に到着した。北軍ジェームズ・マクファーソン少将が発した第二の騎兵隊による襲撃はブルックヘイブン北側の鉄道を遮断した。ジャクソンニューオーリンズ鉄道の車両を止め乗車していたマクシー将軍の旅団は戦場の遠く南で止まり、 その後の戦闘を支援できなかった。グレックはジャクソンの北を流れるパール川で1日の休息を認められた後、5月11日の夜明けにレーモンドへ行軍するよう命じられた。グレック旅団はその日の午後遅くにレーモンドに到着し、停止次第休息に入った。しかしこの休息は短時間しかできなかった。町へつながる道路には、 ワート・アダムズの騎兵連隊はおらず、その道路網には、南軍騎兵の5名分献隊と、周騎兵隊1個中隊がいるだけなのが判明した。このためグレッグは疲れ切った不評で、街の出口となる道路に保証を置くことを強いられた。南軍の誰に知られることもなく、マクファーソン第17軍団は、ユーティカ近くに潜んでおり、固敵隊の音も忍ばせて、戦力の騎兵による遮兵をかけていた。 そのニコ師団は、ウチカとレイモンドの間の干上がったオネ道を二日がけて、少しずつ進み、水源の確保に苦心していた。一方、グラント軍の残りは、北の鉄道の方向を偵察していた。グラントは、ペンバートン軍の本体を発見した後に、マクファーソンにニコ師団を10マイル移動させて5月12日マヒルに、レイモンドに入場するように命じた。ジョン・エー・ローガン少将の 第3師団を遮蔽する北軍機兵隊は夜明け前に出発して内火道路にいた周期兵隊からの警告をほとんど直後に引き起こすことになった。すべての道路に適切に警戒兵が配備されてはいなかったので数千の南軍病が到着したという知らせはすでに広まっていた。ローガンは地元の者から南軍の大部隊が道の向こうで待ち構えていることを聞き、 第20オハイオ志願連帯に広い三平線を取らせ、ほとんど通行もできないような矢部の中を1マイル近くも前進させた。戦線をまっすぐにするための1時間の停止と出発の、あと、多くの時間を費やして、息を整え強い口調でローガンは、三平線を短くするよう命じた。午前10時頃、ローガンの2番目の旅団が、14マイルクリークに接する、小さな野原に出た。 グレックには、北軍の主力がエドワーズの南にいるという知らせが入っており、目前の敵は襲撃隊に違いないと推測した。グレックは、多くのファンファーレを鳴らせて、その部隊を、レーモンドの通りを行軍させ、その脅威に向かわせた。14マイルクリークを見下ろす丘に到着すると、兵士には身を隠すよう命じ、コサンダイナのテキサス不評連隊の指揮官、 ハイラム・グランベリー大佐に危険な任務の志願者がおれば、前進させるよう求めた。グランベリーは前進させる者の,の中から35名を選んで、クリークにかかる橋を守らせた。グレックの作戦は襲撃隊を引き出して、橋が燃やされる前に橋に突撃させることだった。一旦北軍が橋のこちら側に来れば、地元の志願兵に支援されたグレック隊3000名が、 その隠れている場所から飛び出し、北軍を川こに追って、そこで餌食にしてしまおうということだった。グレックは、北軍の三平戦が野原を横切れば、グレックの前哨隊と交戦することを予測して、見守っていた。この予測は驚きに変わった。十時に三平が樹木の切れたところで停止し、デゴライアーの第八ミシガン警報兵隊を呼び出し、 三段数発で橋を吹き飛ばしてしまった。砲兵隊がいるということは、ただ一つのことを意味していた。すなわち、グレッグの前の野原を占領しているのは単なる襲撃隊ではなく、少なくとも北軍の一個旅団だということだった。グレッグはくじけずに単にその攻撃作戦を変えた。その主力を左方に動かし、その時北軍の砲兵隊に脅かされている。 単に500ヤード離れた野原は、14マイルクリークの上の安全な丘のままに、しておいた。大型の不評ニコ連隊は、北軍旅団がクリークを渡るのを待ち伏せ、一方他の大型ニコ連隊が、密かに森を抜けて、北軍前線の後方に周り砲兵隊を捕獲して、北軍を14マイルクリークの川床に落とし込み、そこで降伏を強いるという作戦だった。 その準備に気を取られ、グレッグはこの作戦をペンバートンに知らせることを忘れた。ペンバートンの作戦はグラントに北軍攻撃の中心を指揮させることだった。グラントは東に転じてレーモンドを攻撃することもでき、西に向かってエドワーズを攻撃することもできた。そうすることで、グラント軍の脆弱な後部を南軍の戦っていない方の部隊による攻撃に、 さらしてしまうことになるはずだった。ペンバートンはグレックに大部隊との改善に及ばないよう明白に命令していたが、ペンバートンが後方から北軍に通撃を与えている間に圧倒的な部隊に直面しているジャクソンに引き返すよう命じてもいた。グレックは戦術的にその命令に逆らっているとは思っていなかった。グレック旅団は3000名の戦力であり、 数百の地元志願兵に支援され、間もなく援軍到着も予想できたので、通常の北軍旅団であれば2対1で勢力が勝っていた。野原中央が盛り上がっていたので、視界に入らず、グレックが見ていなかったものは、第2旅団の側の野原に配置された、マクファーソン軍団の第3師団全体だった。マクファーソンは前方の森に南軍の大部隊が隠れていることを察知し、 待ち伏せを疑い始めた。部隊兵に武器を置かせ、昼食を取らせて、これからの戦闘のために休息させた後で、一個旅団を予備隊に残し、左手には、騎兵隊、右手には、第31イリノイフ氷連隊と追加の騎兵を、配した。フォーーティンマイルクリーク近くの北軍砲兵隊と、グレックの砲兵隊の間で砲撃戦が始まったのは、兵士たちが弁当を、 ちょうど包み終わった時だった。グレックの砲兵隊は700ヤード離れた丘の頂上に引き出されていた。正午ごろ、マクファーソンはローガンに前進を命じた。第一及び第三旅団の兵士はその日早くに第二旅団が経験した困難に直面した。樹木の間に鶴が縄のように絡まっており、その中には長さ3インチもあるような棘が出ているものがあった。 ことを複雑にしたのは、14マイルクリークはわずか数インチの深さしかないのに対し、ほぼ垂直など手は場所によって川床から10フィート以上もあった。第23インディアナ不評連隊の兵士は一瞬の幸運に違いないものを経験した。クリークの曲がり目のためにその右手は、ほんの100フィートしかクリークから離れていなかった。柔らかな砂の浜が川床に続き、 その対岸には、硬質年度面に、溝が掘られていた。この連隊は右手に移動し、浜に降り、溝を登ったものと思われる。造作もなくこの部隊はクリークを横切り戦闘体系を取った。この移動で生じた隙間を埋めるために、この部隊は、旅団の残りを探しながら、他の方向に、小走りで動き、偶然に、南軍の罠が待つ横道に入った。 第23インディアナ不評連隊を全滅から救ったのは南軍が銃剣を装着していなかったこと、それだけだった。第25排を不評連隊指揮官のマニングフォース大佐は南軍のおたけびを聞き、続いてマスケット銃の音があり、恐怖にとらわれた。フォースは配下の連隊に突撃を命じ、ほとんど通れないような矢部を抜けて走り、クリークの川床に飛び込んだ。 そこで、部隊兵はその誤りに気づいて、恐怖に打たれたに違いない。師団の残りは、後方でその地域を守っており、クリークの土手はあまりに急で前進も後退も、ままならなかった。幸運なことに、クリークはそこで曲がっており、兵士たちは、クリークの土手を障壁にして、第七テキサス不評連隊の右大隊と交戦を、始めた。南軍兵も、 クリークの土手の反対側を同じように障壁に使っていたので突き出されたテキサス兵のライフルの先は数インチしか離れていなかった苦労して川床から這い出した兵士が師団の残り部隊に救援を求め第20入りの石ン不評連隊のリチャーズ大佐には前進して北軍の前線をつなぐよう求めた第7テキサス不評連隊の左大隊と 第3テネシー不評連隊は、第23インディアナ不評連隊を容易に破ったことに狂気してクリークに飛び出して、第25ハイオ不評連隊を人のみしたところに、北軍の戦隊が森の中にいるところに出くわした。数分間北軍の戦列と南軍の戦列は深い、森と荘園の中で隠され、接近戦で互いを殺し合い、両軍は等しくしっかりと戦った。 どちらも一組のブルドックのように同じくらい、決死の死闘を演じた。北軍の戦列は、クリークの川床に戻った直後に、森を離れて安全な兵の並びに移るよう命じられ、その指揮官たちは何が起こったか整理することができた。この移動を行う中で、リチャーズ大佐が戦死し、マニングフォース大佐の絶望的な援軍要請も、途切れた。南軍は、 北軍が撤退しているものと認識し、北軍の前線は交代を強いられているものと想定した。南軍は活力を得て前進したが、兵の陰に隠れていた北軍からの一斉射撃でバラバラにされるだけだった。南軍の状況を悪くしたのは、後方で戦闘が起こっているのを聞いた第31、入りの遺連隊が北軍の右側面にあったその陣地から回れ右をしただけで、 数ヤード進めば、第3テネシー連隊を縦車できる位置に行けたことだった。南軍の最左翼ではニコ連隊が完璧に音を押さえて忍び寄っており、北軍の後方になだれ込んでその罠を完結させようとしていた。先導連隊の三兵が数発の狙いの悪い銃撃で全勝機兵を追い払った。北軍後方では老眼将軍が強行に近くなっていたに違いない。 その右手を守る騎兵は森から緊急発進しており、左右翼の不評連隊はどこに行ったか分からず、その左にいた連隊が森から現れた時には、3355の秩序のない状態で虚しくさい結集を試みていた。通常は戦場でも冷静な老眼も戦列の背後に馬で回り、隙間ができたと見られるところを埋める部隊を鷹のように探した。 第8入りの遺連隊と第81入りのイ連隊を先列から引き出し、第8連隊には第23インディアナ連隊が最終合している左手に送り、第81連隊は第23インディアナ連隊がいたはずの右手に送り、続いて残っていた予備の2個連隊をその前哨機兵を追い散らした部隊の探索に向かわせた。南軍の側面攻撃部隊指揮官はその三兵より、 前に出て森から現れ、その心は沈んだ。右手には青い線が見る限り広がっており、左手には老眼の予備ニコレンタ隊がその側面を通過する音が聞こえた。クレック将軍は重大な計算違いをしていた。彼が戦場から回送させるように命じられた北軍不評旅団はいつの間にか北軍の一個師団に変わっていた。南軍は 急速に交代し、しばらくは度肝を抜かれていたので命令を待つ体系を取ること以外何もできなかった。この時点でマクファーソンはグラントに伝言を送り、自軍は約1000名の南軍と2時間交戦しており、今や優勢になろうとしていると伝えた。これは信じられないくらい正確な伝言だった。それまで南軍は第7テキサス連隊と、 第三テネシーフ氷連隊が交戦しただけであり、その兵力は千名を少し切るだけだった。大変奇妙なことに、南軍は北軍を陥れようとしていた。同じ罠に自軍が囚われたことがこの時分かった。南軍はほとんど通過不能なクリークを横切って、列を乱しておびき出されており、今となってみればそのクリークに追い落とされて、皆殺しに遭う危険性に直面していた。 第3テネシー不評連隊に浴びせられた盾者が、その付けの始まりであり、南軍の左側面は崩壊していた。第7テキサス連隊のハイラムクランベリー大佐は、撤退を命じることにし、続いて思い直して、その右大隊に命令を撤回する伝言を持たせて、伝令を走らせた。折り足く敵の銃弾がその伝令を殺し伝言を届けられなかったので、 第七テキサス連隊の五個中隊は貴重な数分間北軍の一個手段を向こうに回して守ることになった。このことで数百の南軍病は無事にクリークを渡って引き返すことができた。まだ疲れていない第八イリノイフ氷連隊の最後の一押しでついに第七テキサス連隊は崩壊した。以前に戦闘で破られたことがないと豪語していた誇り。 高木子三兵の連隊はこの時兵力を減じ、数百の北軍兵に追撃されてバラバラに命、からがら逃げ出した。第10テネシー不評連隊のランドール幕が僕、大佐は第10及び第30号同テネシー不評連隊の指揮官だったが、北軍の側面をつくはずだった部隊の指揮をとっており、グレッグ将軍を見つけるための伝令を送った。この伝令が戻ってきて、 グレック将軍からの命令は持っていなかったが、南軍の中央が改装させられたという知らせをもたらした。マクガボックは恐怖にとらわれ、南軍左側面の他の連隊に命令を発するために行き着く暇もなくその連隊には中央へ向かうよう命令した。マクガボックはその日の朝閉めていた陣地に戻るために右翼の部隊がかかった時間の倍を使って行軍し、 森の中から出てきた時に、南軍の参加した部隊が青い波に追われるまさに、その時を目撃した。部下の兵が、すべて森から出てくる前に青い集団の中に平原を、横切って、突撃を命じた。幕が僕にとって不運なことに、彼が突撃を命じた平原はこの時、クリークに沿った森の外れに隠れていた第31、入りの遺連隊から盾刺される位置にあった。 マクガボックは芝居がかった身振りでそのケープを後に払い、その赤い裏地を晒して攻撃を引きいながら部下をこぶした。ギリノイ兵はテネシー兵が平原を横切ってその正面に突撃してうまく追撃してきた。北軍兵をクリークの遮蔽物の中に戻らせることができた時にあたかも重列であるかのように発砲した。この南軍の成功は高くつき、第10及び 第30テネシー連隊は、この行動で記録された損失88名の大多数がその連隊から出た。この数字には、マクガボック自身も含まれており、その赤いケープが、格好の目標になった。この戦闘に参加するために到着していた7個中隊は、この時交代して、次々と弾を込めては発砲し、丘の上が安全になるまで続けた。ここで、 ターナー中佐が下の平原を相当できるように部隊を配置し、兵士たちは丘の頂上に沿って走っている浅い田庭に身を隠して、北軍に向かって発砲を始めた。北軍の波を止めることに貢献したのは、グレッグの予備隊である第41テネシーが到着したことであり、丘の頂上は他の部隊の残りが最終号する場所となり、 中でも第七テキサス不評連隊の右大隊が戻ってきたことが大きかった。この時点で戦闘は狙撃争いに変わっており、北軍の指揮官たちはその兵士たちを難しい藪の中で再編成を試みながら丘の頂上からの銃撃に耐えていた。一方、グレックは改装させられた部隊が撤退の用意ができるまで十分な時間を与えるために緊急対応していた。 1> 第1テネシー不評連隊大隊は、午後の時間をあちこち陽動攻撃をかけ、そのために大きな損失をこむった。第50テネシー連隊は、マクガボックからの命令を待っていることに飽きてきて、右側面の北軍の動きを調べるために戦場を、左から右に横切り、一方第41テネシー連隊は戦場を、右から左に横切って、第50テネシー連隊をすれ違い、 左側面に対する脅威を調べた。最終的にマクファーソンはその右側面を南軍の丘頂上より向こうに伸ばし始めた。グレックはその陣地が変わり、改装させられた部隊も十分に再編成できたので、レーモンドを通ってジャクソンまでの撤退を命じた。ここで北軍の砲兵隊がやっと標的を見つけ、南軍の隊列に砲撃を始めたが、 グレックはその疲れ切った部隊が撤退できるように敵軍の遅延作戦を続けた。グレックの隊を乱した部隊がレーモンドの兵を越え庭を抜けて急行すると、そこで第三検索機器上不評連隊と出会った。この部隊は南軍のあらゆる地域からレーモンドに向かっていた援軍の先導部隊だった。援軍は到着したが何かをするには遅すぎ、騎兵が グレッグ将軍のやつれた部隊の後衛を守るだけが精一杯だった。レーモンドでの北軍の損失は、戦六68名、負傷341名、不明37名だった。南軍の損失はほぼ倍であり、戦死100名、負傷305名、捕虜415名となった。グラント軍を撃退するために、ジェファーソン・デイビス大統領がミシシッピ州知事に当てた。 必死の要請に応えた地元の志願兵や民兵の数字を示すものは、グレッグ将軍が報告した数字合計500名よりも、北軍がレーモンドで埋葬しあるいは捕獲した南軍兵の数字の方が多いという事実である。南軍戦死者の多くはレーモンドの町民によって南軍の墓地に埋葬された。グラントの作戦はペンバートンの部隊を分割させるように仕向け、 南軍を個別撃破していくことだった。ペンバートンの左翼が南部から援軍が到着しているジャクソンの鉄道中心地に撤退したという知らせにより、グラントはその攻撃作戦を変えた。当初はマクファーソンの2個師団を派遣してジャクソンを襲う考えだったが、この時は全軍でミシシッピのシュートジャクソンを襲うことにした。これが5月14日のジャクソンの戦いとなり、 突如として臆病になるジョセフ・ジョンストン将軍には実質的に後衛戦となった。南軍の援軍という脅威を排除したグラントは、ペンバートン軍に向き直り、5月16日のチャンピオンヒルの戦いと17日のビッグ・ブラック・川橋の戦いでこれを破った。ペンバートンはその軍隊が粉砕され、ビッグスバーグ要塞に引き返した後に、 北軍の襲撃を2回跳ね返したが、最終的には避けられない結果として7月4日に降伏した。レーモンドの戦場跡は1世紀の間ほとんど変化、なく残されていたが、ミシシッピハイウェイ18号線に沿った商業開発と住宅開発が進み、2005年に南北戦争保存信託が危険にさらされている戦場跡充血のリストに入れた。 1998年、牧草地をハイウェイに面した帯状のモールに変える計画に反応して関心を持った市民がレーモンド友愛会を結成し、レーモンド戦場跡を構成する土地の保存に動き出した。この組織は当初商業開発の中心となる予定だった40エーカーを購入し、その後それに近接していない地域も購入した。戦場跡公園は、 ハイウェイ18号線の北側に建設され、散歩道やいくつかの大砲が置かれ、案内板の設置が計画されている。しかし、グレックの第3及び第7テキサス連隊が、ローガン師団に破られた場所は、戦場保存や解説に、興味のない所有者によって危険にさらされたままである。ありがとうございます。